そろそろ韓国語を勉強しようと思ってるあなた、気軽に相談してくださいね。はい。今日はですね。はい。お久しぶりですもんね。お久しぶりですね。前回の振り返るちょっとね、久しぶりなので、させていただいてから次行きますね。はい。前回、こちら、女子の続きをさせていただいてまして、はい、まず1個目が、パッチムがあるかないかで変わる場合もあるよっていうので、パッチムがある時の女子、はい。なので、まあ、その、同じがとか、同じはとかでも、うんぬんがあったり、はい、あの、がいがあったりとかしてましたね。はい、っていう説明がありました。で、女子を省略することも多いですよ。で、ネイティブっぽく、喋るときって、女子を省略して、まあ、女子を省略することは多いかもしれないですね。実際の会話では。うん、ですが、まあ、ここはね、ぜひ、覚えていきましょうっていうお話をさせていただいたかと思います。はい。で、3番が、ちょっと大きくしますね。で、女子は組み合わせでも使えますよっていう話で、ね、うん。にとはを組み合わせて、えぬん。なので、週末には家にいますか、いますっていうのは、주말에는집에있어요。えぬんってやってますね。うん。で、にも、ともあって、土曜日にも会社にいます。土曜日にも、トイレと会社へ帰る。で、でもっていうのもありまして、ソードっていうのもあって、韓国でも売ってますか？韓国でソードパラヨ、うん、っていうのもありました。はい。で、これが3つ目で。で、ちょっと飛ばしまして。はい、飛ばして。が、はい、ルーとルーを使う女子があるよっていうので、まあ、うるとるって王なんですけど、何々を食べますみたいな、うん、王なんですけど、例外として、がなのに、うるぬるを使う場合があるよ、うん。なので、例えば、ね、タジョニョップ、ね、最近新しい、はい、あの、偶然可能も始まってるんですけど、はい、なんかね、もうすでに、もうすでに3話まで 見られてたってことですか？眠ってましたけど、もう1話、2話、もう1話、2話から見ましたから、2話までぐらい見てたから。なるほど。3話、4話は終わってましたけど、多分3話、4話は寝てました。うん、そんなもんです。どうでした ?1 話、2話。もうなんかチェジュンショップさんが、ちょっとツンデレですね。そうですね。ツンって感じ。I love you とは全然違う。違いますよね。びっくりしましたけども、いやでも雰囲気はやっぱありますけどね。彼ならではの。うん。時々見せる笑顔が。そうそうそう。うん、キュンってしました。ねえ。いい感じで。僕はまあ、その、先週、はい、あの、こう、ね、15分ぐらいのハイライトで僕は見たんですけど、ね、それ、うん。もう韓国ではもう、言ってましたね。もう先々週から始まってるんで、うん。見ましたけど、あ、これはヒットするなって思いながら、でも8話しかないから。あっという間です ね。もう4話、あの、配信されましたから。そうだ、半分終わってるから。これ、どうなるんだろうね。さらっといっちゃう。I love you の10話よりも短いけど、これ大丈夫かなって思いながら。ね。でもドキドキしながら。でしたね。なので、セジョニョップが好きだっていうのは、はい。うん、まあ、いがありますが、ここでは、うるぬるを使いますよ。うん、はい。あとは乗り物ですね。電車に乗るは、ちょんちょるただですね。なので、ここも、ちょんちょるが、ではないですね、うん。で、これも、友達に会うっていうのも、日本語ではに会うですけど、うん、韓国語では、うるる。なので、ちんぐる、まんなだ。ちんぐる。になります。例外がありますよという話がありました。
で、こちらの3番は、とですけど、わとわとらんはごっていうのがありましたね。はい。で、違いは何ですかっていうところで、わとがはかしこまったとき。まあ、つまりは文章ですね。うん、文章でよく使います。で、カジュアルに会話のときはやっぱらんはご。なので、チングラン、まあ、トンニョラン、要は仲間ですね。トンニョランみたいな、ランをよく使います。で、4番は時間。時間を表す単語には必ず2が必要ですよっていうので、まあこちらは例文使いながらいろいろ練習しました。はい。で、これはね、一回ちょっと例文作ってから次行きますね。これすごく、覚えていただきたいので。なんか、難しい。同じようなのね。同じようなのがいっぱいありますよ、ね。同じような。チョムとかなんとか、チョムとか、ね、口が回らない。まあ、頑張ります。で、5番は、でですね。で、でが2に置き換える場合があるよって言って、なので、あとでっていうのは、なじゅん、映像になるんですけど、本当は。うん、でも、なじゅんげ、になります。まあ、例外ですね、こちらも。はい、例外ですね。最近では、うん、もう、よじめ、映像ぬんなんですけど、よじめぬんって。よじめぬんって言います。はい、こういう慣用句みたいなのは、よく英語で出てくるんですけど、こういうのはもう覚えるしかないんです。覚えるしかない。覚えるしかない。うん、なので、まあ、その会話する中で、はい。あとでっていうのは、もう、女子がでだからえそうなんだよね、みたいなロジックで考えずに、ここはもう、あとではなじみ、うん。で、最近ではっていうのは、よじめぬ、みたいな覚え。よじめぬってもう、覚えるんですね。最近では。よじめぬって。はい。これもいい。ロジカルになんかデーだから映像とか、ここはもう考えなくても大丈夫です。ではでは、はい、次、このね、はい、例文を一個作ってから次行きましょう。ここまで何か質問ございますか？もうやっぱりこう、あれですかね、もう、なんか変な助詞を使いそうな感じがするんですけど。なんか、まあこれ慣れですよね。まあ助詞だね。でを、ね、絵でしたり。ね、はい。まあなので、なんか一個文章を覚えるといいかと思います。はい、例えば、今まで、ね、例えばなんですけど、よくライブされるから、翔子さんって。ねうん、なので、例えば、ね前回だと、下田。あ、してくださいましたね。はい。はい。だ下田でだから、下田えそ。下田えそ。で、誰とチングラン。チングラン。友達とチングラン。と、いつ、まあ、ライブだ、あ、いつ。うん。先週。先週は、何をライブ。ヘッセルしました。ヘッセル。で、もうこれをもう覚えちゃう。覚えちゃえば、ここの餌を。餌。ですよね。で、はい。で、下田、餌。友達と、チングラン。チングラン。と、で、先週。時間を表す場合は、2がつく。A がつく。先週2っていう日本語はないんですけど、韓国語では A がつくと。もちろん。で、ライブ。ヘッセル。もうこれだけでも、この、で、と、に、を、この4つを覚えられますよね。
僕の文章と覚えちゃう。おう。それが多分一番手っ取り早いです。ちょっと、喋ってみましょうか。あ、下田へそう。下田へそう。下田へそう。え、チングラン。チングラン。ライブル。あ、ライブへ。あ、えですか、ね、先週、ちょぼんちゅう。ちょぼんちゅうへ。うん。ライブル、ゲストよ。そう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 。もうこれを覚えちゃう。シモダエソ、シングラン、トボンチュエ、ライブル、ヘッセル。そうすると、ここの女子4つ覚えられるんで。ですね。そうすると、あれこれどっちの女子入れなきゃいけないの？ああ。こういうのはなくなるんで。ああ、もう、それ、もう一つのリズムで覚えちゃえば。うん。ね。うん。なので、ぜひここは。ね、なので、いくつか例文を挙げて覚えちゃうっていうのも、一つの、方法かと思います。あとは、まあ、これから、こうやって、例文をいっぱい作っていくので、例文を作っていきながら覚えていく、慣れていくのでもいいかと思います。はい。他には質問ございますか？言葉を覚えます。覚えないといけない。ちょぼんちゅえ。今週とかも覚えないといけない。今週、来週とか、ね。そういう、この、言葉の、覚えないといけないなと思ってます。ね、そうですね。まあ、自分で、前、以前おっしゃった自分でこう、作って、そう。文集を。そう。するというのも、この、繰り返しリピートしなくては。そうですね。ぜひぜひ。はい。あれ。ねえって言われて。ですね。で、ここまでやりました。はい。前回は。で、今回は、また次に進みたいと思います。よろしいですか？ここまでで。ねえ。ねえって言わないと。もう、はいって言うとちょっと苦しい。こんばんはよ。こんばんはよ。こんばんは。うん、ではじゃあ次行きますね。うん、次6番。6番。えと、おー、これ難しい。ですね。で、次のような方向性を表すには、には、えではなく、ろ、うろを使います。ろ。イレギュラーが出てきましたね。ああ。ね。基礎。方向を表す。ですね。なので、ここ、左側の日本語、見ていただくと分かる通り、に変わる。に変わる。に変更される。に変更する。に乗り換える。に決める。に寄って、に向かう。みたいな、方向を表す言葉は、ろかうろ。まあ、ろかうろはパッチ目が前にあるかどうかですね。ね。ではでは、じゃあ、一個ずつ例文を、作ってみましょうか。せっかく。ね。まずは、変わる。変える。変える。変わる。変える。変わります。あ、これ、日本語が難しいね。変わる、変える。最近なんか変わったこととか、変えたこととかありますか？車を変えたとか。いや、車はか、一緒ですけど。何かありますか？え、何を変えるんでしょうね。変える、変わる。時計を変えたとか。時計は持たないんですよ。もう携帯がある。靴を変えたとか。靴変えましたよ。おお。靴。いいじゃないですか。もう、体にいい靴。体にいい靴。体にいい。変える。難しいな。変える。いや、でも、健康靴。あ、違うか。これ変えるってなんて言うんですか？靴は、くどですね。くど。くど。うん。くどる。くど。あ、今、るじゃないな。ろですね。ろ。失礼します。いや、これは、ダメだな。うん。ものじゃないですね。あ、失礼いたしました。そうです、ね。なので、ものじゃない。はい。うん。まあ、物でもいい、例えば、方向なので、
あ、方向を変える。生き方を変える。違う。だから、例えば、本当は韓国に行く予定だったのを台湾に変えましたとか。ああ、そういうので変えるっていう感じですね。そうそうそう。なので、台湾ってデマンって言うんですけど。デマン。で、これパッチムがあるんで、デマヌロ。これ、まあ、韓国語もちょっと難しいんですけどね。パコーよ。手間のパコーよ。パコーよ。パコーよですね、そうですね。うん、手間が台湾で、このウロが2ですよね。2は、もともと A ですよね。ああ、2は A。なんですけど、これが、はい、これが、これに下になる。方向を表すので、ロになる。ちょっと喋ってみましょうか。手間ぬろ、パコヨ。手間ぬろ、パコヨ。パコヨ。手間ぬろ、パコヨ。韓国語、パコヨ。あ、韓国語、パコヨ。パコヨ。うん、これは変える、変え。そうですね、変える。変える、変える、そう。方向があるんですね、変える。そう、なので日本語にすると、台湾に変えますって言います。そう、旅行先を韓国から台湾に変えます、みたいな。台湾の言葉になります。に変えるということ、手間塗る、パコル。ではでは、次は、いろいろあるので。どうしましょう。次は、まだ同じ意味ですね。변경되다、변경하다っていうのがあるんですけど、同じ意味で、まあ、変えるってことです。つまりは。変更される。変更する。一緒ですよね。同じことですよ。でも、もちろん意味は同じですね。同じですよね。でも、その言葉が、今回は何に変更？わあ、すごい難しい。反響。例えば、ライブの時って、場所を変えたりもするんですか？あ、急にですか？急には変えませんね。あ、それ、雨が降ったら、外の野外を室内に変える。のはあります。じゃあ、室外が室上なんですけど、室内は室内なんですよね。ちょっと難しい。発音が。室内。中ねろ。これはですね、この変更っていうのは、二つの二文字の漢字なので、二文字の漢字の次は、基本的に、へっさよ。へよ。へっさよ。なので、変更しますじゃないですか。なので、変更っていう単語さえわかれば、あとは全部、へっさよ。もしくは、へよ。ですね。シンネロ、これは過去形にしますね。過去の話。변경했어요。변경했어요。これも同じで、まあ、方向を表してるんで、ローですね。本当は日本語的には、室内に変更しましたを、韓国語だと、室内、シンレ、ロ。シンレ、シンレ、ロになるんですよね。シンレ、ロ、변경했어요。ロ、변경했어요。そう、うん。っていう、まあ、さっきの、パクダは、変えると同じですね。意味としては。パクダというのは、ね、변경했어요。변경했어요。はい。続きまして。いいです。あとで。カラタダ、ファンスガダありました。カラタダだけ覚えましょう。ファンスガダちょっと難しすぎ。カラタダ。カラタダ。カラタダ。乗り換えるなんで、まあよくある話ですね。電車だとね。電車。乗り換える。バス。あれ、鹿児島って、
あれですよね。結局、バスと電車がありますね。あ、電車もあります。東京から行くときはやっぱ羽田ですもんね。羽田です。羽田、羽田。新幹線で行きます。新幹線は長い。新幹線はね、ちょっと半日かかります。ああ、ですよね。6時間、7時間。うん。だったら飛行機ですよね。飛行機です。低温機ですね。じゃあ、羽田に行くには、品川で乗り換えなので、ですよね。違うっけ？有楽町？あれ？どこでしたっけ？品川、浜松町は、浜松町はあれですね。モノレール。うん、だけど、品川は、いろいろ行き方がありますもんね。確かに。どうしたらいいんですか。まあ、モノレール皆さんね。じゃあ浜松町ル、あ、違うだ。二だから。浜松町ロからだよ。からただ。からただ。からただ。言い換える。に塗り。ですね。浜松町ちょろ。からだよ。からだ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 よ。あ、からだよ。あ、あれ？からだよ。た。よ。からだよ。た。からだよ。からだよ。これちょっとぜひ覚えてほしいので、ちなみに、翔子さん、ご自宅の近くに電車あります？あれ、近く、ある、10分ぐらい歩いたら電車。あります。電車の、ね、の、駅も近いです。じゃあそこの駅に行くには、どこで乗り換えればいいですか？うちからバスで、電車に乗るためには、うん、バスに乗って。あれ、どういうことですか？あ、じゃあ、いいですよ。バスに乗り換えましょう。うん、バスに乗り換え。うん、じゃあ。うちからバスに。あ、ちょっと頭悪いな。ちょっと待ってくださいよ。バス、ロ。バス、ロ。ね？何でしたっけ？乗り換える。乗り換える。あ、ガラタ、ガラタよ。そうそう。ガラタよ。ガラタよ。バスロ、カラタイ。バスロ、カラタイ。うん。いいですね。カラタイ。でもあんまり乗り換えることなくないですか？もうほとんど車。ね、車だから。山梨もそうなんですよ。もう乗らないんですよね、バス。乗らない。電車乗らない。うん、電車も乗らない。乗らない。うん、もう、100%、車。もう車運転やめて、パスで。まあそうです、ね。パスで、80になったらもう。うんね、そうですよね。そういうふうになる。いや、でもそれはそれでね、大変ですよね。いや、もうね、大変だと思います。ね、病院に行くにも、バスなのそうそうそう、ね。結局、うちの奥さんの、うんうん、おじいちゃん、はい、おばあちゃんとか見ても、やっぱこう、返納したんですよね。免許証。ですね。80ぐらいになったら返納ですよね。そうなんで返納すると、やっぱ病院に行くにもね、うん、大変だから。そこですね。まあほら、息子さんとか、お嫁ちゃん、ね、連れて行ったりする。送迎しなきゃいけないから。送迎しない。あれ、息子さん、あ、これ、個人情報だからやめよう。次に言います。あ、いい。ねえ。個人情報はやめましょう。ではでは、続きまして、に決める。決める。何々の정하다。정하다。また例文作りたいと思います。これもでも、ね、さっきの、まあね、旅行行き先、はいねうんね、沖縄行きましょうか、沖縄。沖縄。の、ちょ。沖縄。ちょ、あ、ちょ、ちょじゃなかった。ろ、沖縄ろでいいですね。沖縄ろ、ちょ。ちょ、ちょ。ちょ過去形にしますね。あ、ちょ、決めましたと。怖いよ、怖い。沖縄に決めましたと。決めました。沖縄로정했어요。정했어요。
あらー、ちょげそうけんですね。ちょげそうよ。ちょげそうよ。が、決めました。そうそうそう、決めました。うん、ちょげそうよ。沖縄のちょげそうよ。ちょげそうよ。うん、ね、うん。で、これも同じで、沖縄に決めました。に決めましたんですけど、ここではロ。パッチムは、パッチムがあるときは、うろ。を使います。はい。はい。ではでは、続きまして、何々によって。で、ああ、難しいな、これは。うん。いやー、これはちょっと方向じゃないけどな。何々によって。うん。うん、まあまあ、例えば、病気によってとか。うん。病気によって休むことになりましたとか、そういうことですよね。日本語がなかなかいい感じのチョイス。これはちょっと、うん、さらっといきます。さらっと。難しいので。ぴょむろ、いねさん。ぴょろ。病気によって。病気のことはぴょろって言うんですね。ぴょろ。病気によってはぴょんです、ぴょん。病ですね、病。病。ぴょむろ、いねさん。ぴょうろ。あ、これは、パッチみたい。ぴょうろなんですね。ぴょうろ、いねさん。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 が、何々によってですね。病気によって。ぴょうろ、いねさん。ぴょうろ、いねさん。これはさらっといきます。ちょっとあんまり、はい、うん。はい、会話体では使わないかな。はい、うん。何々に向かう。うん、どこどころ、キャガダ。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 キャガ。キャガ、キャンハダ。キャンハダ。キャンハダですね。キャンハダ。キャンハダ。どこに向かい、どこに向かいましょうか。当てます。じゃあ、南に向かいましょう。うん。南は。まあ、北に向かうと、韓国だと北朝鮮になっちゃうんですけど。そうだよ。南極ですね。南極으로향하다。南極으로하다。향하다。향하다。南極으로향하다。향ですね。향하다。향하다。南極으로향하다。こっちがあるから。향하다。南極로향한다。南極로향한다。향한다。향한다。難しい。향한다。これもね、あんまり会話では使わないかな。うん、なので、さらっといきます。はい。はい。以上です。ね、ちょっとね、はい、ここ、次行きましょう。あまりにもね、多すぎるんで。ではでは、じゃあ、直訳だと少し不自然なガンガーですね。これはまあ面白くてですね。なんか、これもイレギュラーなんですけど、今出てきてるのは全部イレギュラーの話です。もういろいろ変わるんですよね。そうそうそう。ね、うん。イレギュラーなんですけど、疑問詞がある場合は、はではなくがを使うよが、今回のイレギュラーです。例えば、誕生日はいつですかじゃないですか、日本語だと。誕生日ですよね。なんですけど、これは疑問詞になるので、なので、誕生日がいつですかになります。誕生日がですかなんだね。なので、この発音としては、生日언제예요生日、生日、生日언제요生日언제요千円、誕生日ですね。千入り、언제요千入り、千、せ、こっちの、千入り、に。언제요じゃないですか。언제요千、そうそうそう。千入り、언제요いつですか언제요언제요언제요これが、わ、本当はわですけど、がですか。あ、がになっちゃうんですね。誕生日がいい。これ、ね、ややこしいのが、答えるときはわでいいんですよって。答える時は。誕生日は、じゃあ、になるとき、なると、うん。答えるときはいいのかよっていう話なんですけど、いいらしいです。なので、せんいるん、ねいりえよ、明日です。せんいるん、ねいりえよ。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 せんいるん、ねいりえよ。ですね。せんいる。せんいるん、
セイルン、レイレイレイ。あ、こっちそうです。セイルン、レイル、イエヨ。レイル、イエヨ。そうそう。セイルン、レイル、イエヨ。レイル。なんかこう、発音しにくいなって思うときは、区切るんですけど、区切り方がありまして、自然なね、自然な区切り方。ね。セイルン、セイルン、レイル、まあ、明日がネイルなんですよね。で、ですが家用ですよね。家用。家用。まあ、今ね、ちょっと苦労されたように、ネイリエ用って発音すると難しいから、ネイル、家用。ネイル、家用。そう。そうすると、少し、うん。あの、発音しやすいので。ネイル、家用。例えば、日本人ですって、イボニン言えよっていうのも多分長いから難しいんですけど、イボニン言えよ。そうそうそう。そうすると発音しやすくて。まあこれテクニックですね。ある意味。で、トイレも同じで、結局、方向疑問詞トイレはどこですかのどこっていうのが疑問詞なので、これも同じく和なんですけど、概念。なので、화장실이어디예요화장실이실이화장실이어디예요어디예요어디예요そう어디예요화장실이어디예요어디예요화장실これ、あの、旅行に行った時ね。そうそうそう。どうですか화장실っていうのは、漢字だと、化粧室です。化粧室。そう、化粧室を一文字ずつ発音すると、화장실。화장실。ですね。화장실。화장실이어디예요で、答えるときは、さっきと同じで、和で大丈夫で、화장실은저기예요。저기。화장실은저기예요。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 あそこです。저기예요。저기예요。はい。になります。ねえ。なんかあの、食べ物屋さんに行ったときに、こう、呼び止めますよね、チョギ。チョギよあ、チョギよ似てるかなと思って。そう、チョギよってですね。チョギよってね。ああ、なんか似てるかと。あ、まあ似てますね。全く同じで、全く同じの書き方なんですけど、チョギよこれはあそこっていう意味じゃないですね。チョギよっていうのは、すいませんって言うんだから。すいません、チョギよって言うんですよね。あ、なんか似てるなと思って、チョギ、チョギえよ。チョギよ。そう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 。うん、よかった。質問。いえいえ。たくさんあります。すいません。全然全然。チョギよ、うん。はい。で、もうちょっと詳しく言うと、今の話。実は、あの、チョギよとヨギよがあるんですよ。あ、チョギよとヨギよがある。そうそうそう。チョギよっていうのは、すいませんで、ヨギヨっていうのは何ですか？ヨギヨ。まあ同じすみませんなんですけど、ちょっと使い方があって、チョギヨは、まあお店でも使えますけど、こう、例えば道を尋ねるときとか。はあ。チョギヨ。道を尋ねてる、ね。道を聞いてもいいですか？길좀물어도될까요？저기요길좀물어도될까요みたいな話をするときに、여기요は使わないんですよね。저기요。道を聞くときは、저기요。で、여기요は、道を使う、聞くときは、言わないです。どっちかというと、お店で注文するときに、여기요あ、여기요って。ああ、あんまり変わらないね、ほんと、発音がね、ヨギヨ。これあの、直訳すると、ヨギヨ、ヨギって、ここ、ここの意味だから。あ、ですよね、ヨギってね。そうそうそう。ここ、うん。ここです、ここですと。うん、見ろ、見ろと。ヨギヨって、うん。っていう意味なんですよね。ですね、ヨギですよね、ヨギヨ。ちょっと細かい。ヨあ、ヨというのは丁寧に言ってる、ね。ヨギヨっていうのね。ここです。うん、です。ちょっと細かい話なんですけど。ではでは続きまして、8番ですね。うん、1番。
はけ、しかは否定文でしか使えないと。まあ、ここ実はここでやってたんですけど、はけばかり、しか。はけ、あ、出てましたね。そうでしたね、はけ。ここでやってたんですけど、なぜかもう一回入れてるっていう。これしかないです。だから復習で、うん、思っていただいて。復習でやりましょう。では、まんだけばかり。これは、肯定文でも否定文でも使えますよ。ですね。うん、僕ら日本語も同じなんですけどね、うん。買い物でどんな色がありますか？おとんせぎいっそよ。発音してみましょう。おとんすぎ、おとんせぎいっそよ。あ、せぎってなんですね。こっちのありもね。どんな色？おとんせぎいっそよ。そうそうそう。ああいう、今の発音めちゃくちゃ良かったです。で、回答としては、赤だけあります。パイガンセンマンいっそよ。パイガンセンマンいっそよ。そうそうそう。で、これは肯定ですよね。否定してないですよね。で、マンっていうのは、ここに書いた通り、肯定文、否定文に使える。なので、まあ、ハイブリッドですと。ハイブリッド。で、次は、否定文いきますね。だけ、はい。全部ありますが、赤だけないです。다있는데、全部ありますが、다있는데、다있는데、다、다、다있는、다있는데、빨간색만없어요。빨간색만없어요。そうそうそう。빨간색만。赤だけないんですよ。赤だけない。うん。없어요。다있는데、다있는데。そうそう。これは結構、これから出てくるんですけど、何々で、が、すごく、これから、会話を豊かにしてくれます。要は、何々が、けど、みたいな時に使えます。うん、カンドラはよく出てきます。よく出てきましたね。なんか、ね、なんていうか、ねんでとか、なんで、とかっていう。可愛らしい女の人の、そうそうそう、はい、女の人がいますね。ねんで、うん。おっしゃる通り。かわいい。めちゃくちゃ出てきます。かわいいけど。なんで言ってるのか、ね、日本語も同じで、何々けど。けどって感じですよね。何で。なので、でになっちゃいますね。で、うん、で続きまして、これは、パッケっていうのは、否定文しか使えないものですね。しかない。なので、まあ、あえて使うならマンですよね。なぜかというと、マンは肯定でも否定でも使えるから、わざわざパッケを使う必要はなくて、でこちらはどっちかというと聞き取る、うん、あ、パッケ出てきたので、これはシカなんだなって。シカな、うん。覚えていただければと思います。はい、ねまあ、さっきと同じ質問で、どんな色がありますか？おったんせぎいっさよ。おったんせぎいっさよ。で、答えが、赤しかないです。パイガンセパケ、オプソヨ。パイガンセパケ、オプソヨ。そう。パイガンセパケ、オプソヨ。そうそう。っていう答えになります。で、これが、では、マンだけで、マンだけ覚えます。マンだけ覚えます。マンだけで。頭がもう本当に、ね。パケは正直、発音もしづらいですよね。うん、なので、マンだけ。うん、マン。ね。ね、だけって言うと、もうどれでも使える。あれですよね。だって、息子さんしかいないですよね。息子さんしかいない。娘はいないです。娘はいない。息子だけ、息子だけいますは、どう答えます？で、あでる、まん、いっそよ。そう。あでる、まん、いっそよ。まんでいけるんで。マンでいきますね。で基本的にマンの場合は、いっそよかオプソしかないから。これはマン。かないかしかないんで。パチも関係ないですね。パチも関係ない。マンだけ、マン。全部マンで。すごく便利な言葉です。マン。なので、これは結構僕知り合いの日本人とかも、やっぱり覚えてますね。やっぱ、すごい使い勝手がいいから。ね。では、続きまして、次まで行きますか。
次まで次までいきます、うん、でこれは女子にも尊敬敬があると尊敬ですね、うん、ね、うん、敬語敬語も、うん、でこれはぜひちょっと紹介したくてあえてここまで来てるんですけど、要はその韓国語は敬語があるじゃないですか、まあ、日本語もありますけど、いますけど、宮廷ものの時には言葉が違いますよね。日本語はもう敬語と言いますか、使わない。ですよね。そう、要はござるみたいなのが出てくるから。ね、大変だと思う、ね。また別なんですけど、これは、まあ、日常会話でもよく使うもので、まあでもこれはあれですよね。どうだろうな。例えば、じいじとばあばに、敬語使わないじゃないですか。韓国の方はもう年上の方にはね、本当に飲むときもこうやってするし、そうそう尊敬をしてますよね。いや、もちろん他人、うん、他人はそうなんですけど、例えば、家族ね。じいじとばあば。じいじとばあば。じいじとばあばは当然、タメ口じゃないですか。日本はね。韓国は、敬語です。敬語です。はい、もちろん、ねえ、子供ね、うん。小学生とかは、敬語じゃないんですけど、そうだな。やっぱり高校とかになったら、いきなり敬語に変わるかな。日本もそうですけどね。小さい子はもう、おじいちゃんおばあちゃんにもこう、言うけど。え？高校生になったら、じいさんパパに。言わない。だから、高校生になったら、おじいさん。ですよね。うん。です。敬語じゃないですよね。敬語。そう。だから韓国はちょっと敬語に変わる傾向があります。で、その時に、このね、おじさんはおっしゃいましたの、敬語をちょっとご紹介したいんですけど、その際に、この、ケソ、うん。そう、うん。この、わとかがとかが、ケソになります。ケソ。ケソ、うん。なので、腹文字ケソぬん、말씀하셨어요。ちょっとむ難しくなりました。おじいさんが、がですよね。おじいさんが、おじいさんはおっしゃいました。腹文字ケソぬん、말씀하셨어요。そういうだけしかわかんない。腹文字ケソぬん。腹文字ケソぬん。これちょっと区切りましょうか。말씀。하셨어요。하셨어요。そう。하셨어요。この、はしょっすよが何かというと、へっすよなんですよ、へっすよ。あ、へっすよですね、へっすよ。あ、こんそう。このへっすよが、はしょっすよ。へっすよ、へっすよ。ね、難しいんですけど、かっこけなので。へっすよ。なんですけど、これが、敬語だと、はしょっすよになります。はしょっすよ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 。まあ、ここまで使う日本人は、ほとんどいないと思うので、まあ、あんまり気にしなくていいと思うんですけど。うん、別に、SO でも敬語ですからね。SO。うん。なので、ここまで、ハーショッソまで行くと、さらに、レベルが上がるのかなという気はします。おっしゃいました。はい。次、両親が許してくれました。許してくれ。おお。父母님께서。あれ。父母님께서。父母님께서。허락해。주셨어요。そうそう。주셨어요。これも区切っていきましょう。父母님。へそ、허락해、
こだけ注射っすよ。注射っす、注射っすよ。はい、難しいですよね。大丈夫です。これさらっと。で、さらっといきましょう。はい。注射っす。次、先生ですね。先生にも当然、なぜこう、あれですよね。多分、昔の名残でして、昔の名残で、先生をすごく尊敬するんですよね。日本も多分、あれですよね。おそらく戦後、こういう風潮ありましたよね。ありました。今はないと思いますけど、おそらく。今もあります？わかんない。どうでしょう、どうでしょう。ね、なので、韓国も同じで、先生をすごくこう尊敬するっていう風潮があって、なので、この、ゲソ、ゲを使います、うん。先生に差し上げたいですは、先生にゲ、先生にゲ、그리고 선생님께 예, 선생님께 드리고 제지 아, 뭐라? 뭔데요? 드리고 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 싶어요. 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 この何々ごしぽよはぜひ覚えて、まあ、まあ、後ほど出てくるんですけど。クリポ、しなんで覚えてほしいかというと、さっきのけよりも覚えてほしいんですけど、なんでかというと、これはもう、何々したいなんですよ。これ文法として今後出てくるんですけどね。なので、したい。したい。ってなったら、하고싶어요。하고싶어요。あ、言いますね、하고싶어요。そうそうそう。そう、하고싶어요。ね、恋がしたいとか。うん、ね。하고싶어요。연애하고싶어요とか。연애하고싶어요。ね。うん。で、どこどこに行きたいってなったら、하고싶어요。하고싶어요。そうそうそう。하고싶어요。とか。なので、これめっちゃ便利。しっぽよ。便利言葉なんですよ。うん、だからここが変わらないんで。しっぽよですね。ごしっぽよ。ごしっぽよ。です。うん、まあ、けはね、ちょっと難しいですけど、まあ、こういうね。丁寧に。そうですね。丁寧語で、さらに、敬語、まあ、敬語よりもさらに丁寧語で喋ることがありますっていうことです。はい。ね。ね。はい。一旦今日はここまでにしますけど。難しかったな。うん、今日はね、多かったですね。何かご質問ありますか？質問する前に覚えることがいっぱいあって、なんですけど、やっぱり否定文とか肯定文とか、もうこれ、どっちも使えるのを覚える。そうですね。できないもん。まあ、頭ちょっとスーッと入って、これだけは覚えてくださいっていうのだけは覚えられたらいいです。まあ、来週。覚えたら忘れる。来週というか、次は、この、今のイレギュラーを使ってまた文章。文章。せっかくなので会話。会話をさせていただきたいので、ね、これを会話をして、で、練習問題してっていう流れで、ね、出していきたいと思います。ね。はい。カムサミダ、ありがとうございます。はい。カムサミダ。復習したけど。はい。すごはしょすってわかります？すごはしょすみだ。すごはしょすみだ。すごはしょすみだ。お疲れ様でした。すごはしょすみだ。すご。で、それも、ショット入るんで、さっきの、丁寧語ですよ。それこそ。主語発音。主語発音。普通は、すごへそよ。すごへそよが。すごへそよが。なんですけど、すごはしょっそよをよく言います、ね。すごはしょっそよ。だってね、すごはしょっそよ。お疲れ様でした。はしょっそよ。ね。
すぐ하셨어요。와수고하셨어요。すぐ하셨어요。はい。ではじゃあ録画切りますね。ありがとうございました。ありがとうございました。감사합니다。감사합니다。